勉強してその眠い時とかってやっぱあるでしょ。そういう時はどういうふうにこう目を覚ませてもう一回ちょっと頑張るぞってどういう方法を取ってるんですか。あ、10分寝ます。あ、10分寝る。あ、それ賢明ですね。あのちょっとだけ寝るとねスッキリすることがありますよね。はい、すみません、僕あのシャツのボタン1個ずれてるんでちょっと付け直していいですか。間違って1個ずれちゃった。それではですね、はい、早速今日の勉強を始めたいと思います。はい、というのはね、こちらで読みます。次の一文は空欄の1から5のいずれかに入る。それでいて近年活発になっている集団的な創作行為、アマチュア的な脱アート的なアートはまた逆に商品として実に綿密に作られているものたちはどうなのかとの思いも通り過ぎていくって書いてあります。さてこれが1から5の空欄のどこかに入り込む一文なんですけれども、これをね今からちょっとね自力で探し出してほしいんですよ。さていかがでしょうか。はい、4。あ、何と何か迷いました。どこか4以外と3と5です。あ、じゃあ3、4、5で迷ったってこと。はい。ああ、なるほど。いや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 、これね正解はね4なんですよ。これは正解、いやちょっとね難しいと思ったんですけど、すごっ。これ文章も難しいしね、この問題解く鍵っていうのはね、ここにあるそれでいてという逆説表現にあるんですよね。それでいてこれはどうだあれはどうだという思いが自分の中を通り過ぎていくって書いてあるから、要はその芸術と呼べるかどうか曖昧なね、もう非常に微妙なところをさまようようなアートが世の中にはいっぱいあると。それでいてじゃああれはどうなんだこれはどうなんだ芸術と呼べるのかどうかってことを迷うってことは、これそれでいての直前の文脈っていうのは一応線引きはできる。ここまでが芸術でここから芸術じゃないというちゃんとした線引きはできるんだって話がある方が落ち着きがいいでしょう。だからね、これ滝野さんがおっしゃってくれたように確かにしっかり線引きはできるって言った後にそれでいながらじゃああれはこれはそれはどうだと言われたらやっぱり自分の中には迷いが残ってしまうっていう話をしてるんですよ。3は確かにね補充の候補になってくるんじゃないかなと思いました。でこれなんでねどこ迷ったのか聞いたかって言ったらね、迷い方を見ると実はねその人の思考の一部がねやっぱね見えるんですよ。センスのいい迷い方とちょっと問題のある迷い方と実はあってね、間違える時もねあの変な言い方だけど未来があるねいい間違い方と、もうなんか暗黒の未来しか待ってないようなとんでもない間違い方っていうのが実はあるんですよ。まあ、今回の場合3回読んで迷ってくれたらいいのになと思ってたんです。まあ、だけど流れ的にはこう空欄4の直前の文がね、あのドゥルーズ語りの言葉がコンポジションっていう難しいフランス語ですけどね、コンポジションとか出てくるのでこれちょっとね分かりにくいんじゃないかなと思ったんですが、素晴らしい、よくできました。多分ね、滝野さんのね、これから直面する問題っていうのは、その制限時間内でちゃんと回答を、まあ、ことごとくちゃんと出していくかってことですね。多分ね、7割とか8割とかね、まあたまにポロッとミスはやるかもしれないけど、結構いい点数を出すんじゃないかなって気がします。ただ、それね、あの制限時間ありきですからね。あんまり丁寧にじっくりやって、制限時間なくなってしまったら、試験っていう制度ではね、なかなか結果に結びつかないでしょ。で今後の勉強はね、できれば過去問丸ごとね、1台どっかで時間作ってね、試してやってみてください。間違えたりね、失敗したりいろいろすると思いますけど、そういうこう、痛みの中で初めて強くなるから、まあそのうち過去問やろうとか、まあもうちょっと実力をつけてからとかね、語彙力をあのしっかり固めてからとかね、そう言ってるとね、入試間に合わないんですよ。だから、どんどんチャレンジしていっぱい失敗してください。全く問題ないからね。ということで、今日もしっかり頑張ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。それでは、引き続き頑張ってください。はい。なんかこの前
あの寺島先生の授業、踊って覚えてたね。そうなんです、はい。前滝野さんからいただいた。はい。これで聞いたんやけど、歌いません。おじさんは。なんかちょっと寺島先生の真似をして、なんか作ってみようかな。頑張ります。前回の復習からいきましょう。前回は早村の形成とさまざまな一揆の形態をやりました。さあ、農民たちが一揆を結んで領主に抵抗します。一揆の中でもさまざまな階層の者たちが結集する一揆のことを土一揆と言いました、はい、そしてその土一揆を起こす連中は借金帳消しを願う徳政令を要求します。はい、さあ、日本始まって以来最初の土一揆と呼ばれるのは何という一揆なんでしょうか。象徴の特性一揆。いいでしょう、象徴の特性一揆、いいですね。そこ象徴の土一揆、どっちでもいいですよ。象徴の特性一揆、象徴の土一揆、いいですね。象徴の特性一揆は、特性令を要求したものでしたが、時の室町幕府は公式の特性令は出しませんでした。ただしその後六代将軍の足利義教が可吉の変で暗殺され、子供の将軍が擁立されると、その時に再び特性一揆が起こります。可吉の特性一揆。イエス、可吉の特性一揆ですね。スムーズに出ますね。この可吉の特性一揆の時には、室町幕府の将軍が幼少であるということもあって、うん、公式の特性令が出され、以後頻繁に特性令が出されるようになっていきました。さあ、でその後ですね、応仁の乱が起こります。八代将軍の足利義政の時に、将軍の跡継ぎ問題だとか、細川そして山名の実権争いが重なって応仁の乱が起こりましたが、その応仁の乱の後は下克上の風潮となります。下の者が上の者に逆らって、そして上の者を倒してしまうという風潮ですね。それ黒人と呼ばれる武士たちが国ごと奪い取ってしまいます。このタイプの国一揆の代表というと何か思い浮かびますか。山城の国一揆。正解です。聞いてみましょう。山城の国ってどの辺。京都。お、正解正解、いいですね。今日は調子もう最高やね。絶好調です。で最後いきましょう、はい、最後の一揆の形態としては一向宗という、まあ、浄土真宗という宗教によって結びついた連中が国ごと奪い取ってしまった一揆、これを何と言いますか。加賀の一向一揆。正解ですね。いいですね。最後に、加賀の国は現在のどの辺。北陸とか。その通りです。北陸地方で、いいですよ。現在の石川県です。はい、いいでしょう、いいでしょう。そんな感じで、さまざまな一揆の形態がたまに思い浮かぶんだったらそれで大丈夫だと思います。その部分でね、こう一気と一気の入れ替え問題とか順番に並べ替えようとか、まあどうせその辺の問題が出されるんですからね。いいでしょう。一見戦国大名って聞いたら先入観として戦争ばっかりやってるんじゃないのかな、こんな感じがするんですが、実はこの戦国大名の大名っていうこっちの言葉に注目をしてもらって、大名というのはしっかりと自分の国を経営しているって意味なんです。だから国の経営者としての側面を、これをしっかりと押さえてほしい。例えば大名って何をやってるイメージがある。検地。検地を行っていいですね。検地っていうのは、土地を調査するね。自分の国の土地を調査して、で総村から黒人たちがどれぐらい年貢を取ってるかっていうのをしっかりと調べるっていうことをやるんやな。お、他にもうちょっと行ってみよう。城下町の建設。城下町の建設いいな。もうちょい行こう。鉱山の開発。鉱山の開発もするよ。いいね。はい、もう一丁。大河。これ読めねえな。さては、大河川です。大河川。大河川の治水、はい、OK、 いいでしょう。こんな感じで、はい、例えば城下町の建設、例えば鉱山の開発、そして治水、
ことをしっかりと行っている戦国大名というのが優秀な戦国大名なんですね。これで戦国大名のイメージがだいぶつかめたと思いますので、戦国大名はこうやって家臣団を統制してるんですよっていうことと、大名という言葉に注目してこういう経営者としての側面をまとめる、文国法をいくつか覚える、そして何より戦国大名って誰がいてどこにいてっていうのを抑える、こんだけできたら戦国時代はバッチリです。じゃあ今日の授業はここまでです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、See you。そしたらさ、今から説明、英語を訳しなさいっていうやつの練習の説明していきますけど、はい、何かに気づいたら、気づいた瞬間に気づいたって途中で声かけてください。はい、気づいたら、気づいたってでっかい声で、でっかい声っていうかちょっと途中で止めてね、俺の解説を。はい、じゃあこの単語無理やり読んでみて。 Someday、 いつの日か。あ、訳してみましょう、どうなりますか。いつの日か思い出すことができる、特別な愛思っている、もレッツ、元なんか気づく、何か気づく、マジで、え、どういうことですか。その日にか思い出すでしょでしょな、どうじゃ、いつの日か思い出すことのできる、これ何、とっておきだろ、とっておきの恋をしよう、とっておきの恋をしようだろ。うわー、ほんとだ、もうすげえ頑張ったんだからさ、気づいてよ全然気がつかなかった。 どんだけ DVD 見たと思ってんの、こっちは。うわ、ありがとうございます。ここの予想は何、もう新世…何言って、もう新世界が終わったとしてこういうのだよな。はい、Even if、 たとえ何々だとしても、ちょっとちっちゃいけど返せる、はい、たとえ何だとしてもって言わなきゃいけないの、世界が終わったとしてもだな、もうそうするしかないな、返してくれ。はい、でここで大事なこいつ、オーバーっていうのは、まあ、予想で、あの歌詞的には、もし世界が終わったとしてもってなんじゃん。はい。歌詞はな。ってことは、こいつはなんていう意味だ。終わる。あ、ゲームオーバーっていうじゃん。ああ、はい。ゲーム is over で、ゲームが終わるってことなんだよ。うん、ね。これ終わる。オーバー終わる。じゃあ、こっから、ここまでの訳を言って。例え、世界が終わったとしても。そうだな。で、例え世界が終わったとしても、まあ、どうなるんだよ、歌詞的には。悔いのないように。悔いのないようにするのないことね。はい。はい、直訳すると、私は何に対しても後悔したくない。はい、そう。そこが歌詞的には悔いのないようにってことだな。これ全部言ったな。いつの日にか思い出せる、なんだっけ、とっておきの恋をし、ちょっと音違うな、言って、恋をしよう、もし世界が終わったとしても恋のないように。じゃあまず、こっから一番上から下まで歌の歌詞じゃなくて直訳でちょっと頑張ってみよう、いくよ。まず、はい、いいなって言ってる、どうなったらいいなって言ってる、最初いつの日にかまた会う、会えたらいいなって、会えたらよくて、でもう一個会えたらよくて、昔話を話せたらいいな、うん、で、そうなとか、涙以上に微笑み続ける、うん、want to は want to。 微笑み続けたいってこと。はい、微笑み続けたい。で、最後に永遠に、うん、が直訳だな。
歌にしてみると、そう波なんだっけ、涙以上に頬、違うな、ちょっと待って、歌って、分かんなくなっちゃった。そう涙以上に微笑んでいたい、ずーっとだな。よし、はい、まあ、なかなか忙しいと思うから、あの優先順位としては習ったことを一個一個まずあの重ねていくことが大事だと。結構意外と今1曲目2曲目それからラストクリスマスの歌で今日のやつで結構もういろいろ教えてあるから、習ったことだけでいいから順番に順番、単語集ちょっと一回お休みしてもいいからね、はい、その習ったことをしっかり と、できるだけこう吸収するようにねしてください。はい、気づいてくれると思ったけど失敗でしたじゃあまた次回お疲れ様、はい、ありがとうございました。失礼します。